ババ勝政慶応四4年9月10日は、江戸時代後期の旗本、博物学者、植物画家である。関東は、十五位下畜前神。東西白条画夫軍営類樹夫を残した。通称は大助字は中達、号は非正法。鎌戸馬ババ氏八代目で、日光奉行を務めた、ババ利光の次男として、江戸で生まれた。ミノ国鎌戸など、 六高二千国の大海の旗本であった。岡本賢也の養子となったが、兄昌平の死により、文化九年家督相続した。古将組使海番などを歴任し、西丸目付から安政四年、西丸留守居となり、十五医した畜前神に助任された。本蔵を、設楽邸城、絵画を、増島節祭に学んだ。天保八年幕命により、石八州と伊豆国を巡殺した。 文久2年に隠居。麻布イークラに3 0 0坪の屋敷を持ち、地行地の美濃から移した珍しい草木を植えた。江戸詰めの大名で、本蔵好きの大名が集まった赤む会の主要なメンバーになった。嘉永5年に、軍営類樹譜、安政2年に、東西白城画布を完成した。軍営類樹譜は73冊、草2555種、木646種。 計3201種の図が描かれた。東西白条画布は西洋の花の図譜で植物図鑑と言うべきもので、ドドネウスの草木市ワインマン植物図譜、ショーメル日曜百科事典などを参考して描かれたもので、全10冊540丁であり、外国産のトライの記録が残されている。ありがとうございます。